逆の海ですね。香港とセントラルは真逆のスタンレーです。ここはスタンレープラス平日のスタンレーはガラガラ。でもこのぐらいがいいですね、人は。それから今日山の日差しが思ったように強いんで、安い帽子を探しに来たんですけど、あるかな。100円ぐらいでいいんですけどね。エデンビュー。今日はスタンレー側からウィルソントレイルというところ初です。亀仙人の階段みたいですね。この道人がいない。道が舗装の道じゃなくなりました。いい感じですね。あんな感じだ。湖ですね。湖、ダムですね。ダム来ました。こういう道、ダムだ。誰もいないです。じゃあここで今日の一本紹介します。ダムです。これはですね、テオのメガネで、かなり限定なんですよね。でアルファベットがこういろいろ書いてあって、後ろも相当インパクトがあるんですけど、結構かけるとですね、まあ、そこそこ普通にいけます。そんなテオのメガネです。これはでもおすすめですね。私も個人的にも欲しいフレームの一つです。はい、以上です。何をしてるかって、 MacBook があるんですね。今日ちょっと出てきたつもりなんで、で水没されちゃ困るんでね。はあ、出てきました。 MacBook 水没してないから、ちょっと行きます。この靴の魅力を今初めて知りました。 Gore-Tex、 いい靴買ってたおかげです。また雨です。やばいね、今日この Mac を守りきれるかどうかが、から行けんですね。もうちょっとで出る。ターンのは、あ、出ました。出たのはいいんだけど、人の歩く道あんのかな。よし、出てきた。階段で下山してきました。で、戻ってきました。で、これが使えるのか。じゃあ水没してないように。来たー。水没してなかったでようです。よかったですかな。で、マックも無事水没しておりませんでした。ちょっと一旦シャワーを浴びてね、また仕事します。